ジャッキーがどんどん映ってるところが最高なんですよ。いやー最高と俺はねびっくりした。本当にジャッキー芝居うまい。できるんですもんね。できるミラクルの時からやってましたもんね、うん、だからジャッキーはずっと言ってたんだけど、俺は今までとにかくジャッキー・チェンを演じてきたんだと、うん、で今回は本当にジャッキー・チェンじゃなくてお芝居をしたいするんだってずっと言ってたから、それはその通り。んなこと言ってできんのがいいなんて思ってたけどもうできすげえじゃんみたいな、うん、いい意味でいい表情すんのよ。なんかあのスーパースターのオーラを消して、うん、おーすげえと思って、だからすごくあのこれはジャッキーにとってもすごくなんつうのかな、もう、まあ、次のでもターニングポイントになると思う。まあもちろん本人はもうこれはこれで、うん、ここから先またあのアクションコメディコメディアンバンバンやっていくとは言ってるけど、うん、でもこれやった後はちょっと違ってくんじゃないかなって気はしてるんですけどね。今までなかったそのバイオレンスビューなんかでね、なんか入れちゃったりね、うん、そう今回は全部今までなかったことを入れた、うん、ね、あの女性とのそういうセクシーンがあったりとかね、うん、血が出るし死ぬ、うん、殺すしね、うんうん、だからそれはやっぱり初めてでしょ、うん、だいたい R15 じゃ飽きじゃないかな。 R15 ってねないですよ。だみんな見に行く人はすごく舐めてかかってくるんですよ、はい、突っ立ってジャッキーチェンでしょ、うんうん、って言って入ってくる、で出てくるとあどうだったって言うと、そりゃないよってさ肩を取る重っつか出るもんね。だからそれぐらいこう裏切ってるんじゃないですか。だからそれはやっぱそれを引き出すあの監督の腕でしょ、うん、やっぱりイートンシンという監督のあのデレクイか、うん、まあ、やっぱりその技量は大したもんだなと、うん、やっぱすごいなと思いますよね。本当に本読んだ時これ面白いのかなと思ってたね。だからここまでやるんだっていうか、ここまでのものに出来上がるんだって見てて本当にある種感動しましたね。あ、そうですよね、うん、すごいと思って、うん、まあ要するに見て今ほらあの目で楽しい映画っていうのはいっぱいあって、うん、2時間とかあっという間に終わっちゃう映画っていっぱいあるじゃないですか、はい、でものあれ最後どうなったっけみたいなのって結構、うん、まあ多い。クライマックスのインパクトがないっていう、ね、あれあの映画とこの映画ってどっちだったっけとかね、うん、なんかそういうあのその2時間は楽しませて、まあ、それはそれでいいんだけど、うん、まあ、目的は果たしてるんだけど、そうじゃなくて最近残る映画っていうのがないような気がするんですよ。だからこれは忘れたくても忘れらんないみたいな、ね、忘れさせてくれみたいな、ね、うん、重さがあるから、そういう意味じゃすごく残る、うん、映画だなと思って。まあ、僕はあの最後ね、うん、あそこの大久保駅のところで銃撃戦で最後あれ健也さんはこれ死んでんのか生きてんのかまだ分かんないなって微妙なところが気になったんですけど、 あれはね、はい、あれもだからイートンシン監督の最初はバーンと撃たれて、はい、あのそれはもちろん死んだのよ、うんうん、バーンっつって、で最初あ一番最初の本は俺は生きてたんだ。あ、生きてることなんですか。生きてて、はい、こいつが多分あのもう一人戸川の息子を殺して、うん、これ全部こいつが取るんだなっていうなんとなく話だったんだけど、うん、なんかやっぱ中国政府が、うん、その時はまだその中国でも公開したいっていうのがあったから、はい、中国政府から悪いやつは生かしておいちゃダメだみたいな、なんかわかんない指令が来たんで死んでくださいみたいなそんでバーンって死んだのよ、はい、あもういいよ別にどっちやっていいやと、うん、そしたら一回死んだんだけど今度監督が来てあのちょっとあの完全に死なないで、うん、ちょっと動いててくれって、うんうん、なんかうーとかあとか言いながら、うん、あそうつって最後バーンつってよく見ると動いてる、動いてるんですよね。だから、うん、あれは生きて どっちか分かんない、うん、あそこあなんかわざとああいうふうにしてんのかなと思って、そうそうそう、でジャッキーはパート2だパート2だとわけなことでしたけど、またさ始まっちゃったそれ、こんな映画のパート2があるわけねえだろジャッキーも出てこないんだからねさ、みんなが病室で目覚めるんだとわけなことでしたけど、これから始まるジャッキーがずっとジャッキー生きてたっていう隣の病室にいたとか、あらずっと言ってたよ。じゃあジャッキー本当にやりそうだから怖いですよね、うん、まあつかやりそうっていうかあの男が言ったらなっちゃうからね、ねえ、うん、まあないでしょう、まあないでしょう。